ジュリアーノ・ラッツォーリは、イタリアのアルペンスキー選手。2010年バンクーバーオリンピックのアルペンスキー男子回転で金メダルを獲得した。エミリア・ロマーニャ州カステルノー・ボネ・モンティ生まれ。ロンバルディア州バルフルバで行われた2005から2006シーズンのイタリア選手権で優勝し、イタリア代表チームに自動加入した。 2006年12月18日にイタリアのアルタバディアで行われたレースでアルペンスキーワールドカップにデビューしたが2本目に進めなかった。2010年1月6日のクロアチアのザグレブでの大会でワールドカップ初優勝している。初めて出場した2010年のバンクーバーオリンピック男子回転ではクロアチアのイビザコステリッチを0.16秒。 スウェーデンのアンドレ・ミレルを0.34秒離し1分39秒32のタイムで優勝した。13番スタートで霧とみぞれの中を滑った1本目は、ただ1人47秒台でラップを奪い、2本目は7番画目のタイムで貯金を守り切った。この種目でイタリア人男性が金メダルを獲得したのは1988年。 カルガリーオリンピックでのアルベルトトンバ以来である。ディフェンディングチャンピオンとして出場したソチオリンピックでは1本目トップから1.80秒差の16位と、出遅れ、2本目はゴールできなかった。ありがとうございます。